冷蔵庫の位置もっとこっちです。このこっち側です。はい。この椅子とかもこっち側。色のテイストはティファニーブルーっていうか、僕的にはすっごい居心地がいい家なんで、なんかそういう感じも再現できたらいいなって思います。 SnowMan 目黒蓮の家を完全再現しちゃいます。芸能人が本気で部屋をコーディネート、理想のマイルーム。さあ、今夜のゲストは目黒蓮くん、佐野勇斗くん、そして桜田ひよりちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。6回も出てくれてるんです。そうなんですよ、本当にありがとうございます。でもスノーマンとしてが多い。そうですね、はい。個人でこういう形でっていうのは言うのは何ですか。3人とかで出させていただいたりとか。マネージャーさんですか。あれスノーマン、スノーマン、スノーマンです。違う、スノーマンですよ、うん、スノーマンで何回出てくれてるのかな。スノーマンだと多分3、4回出てて、ね、多分目黒だけってなると、さ、目黒、ラウ、深澤みたいな組み合わせで、はい、出てると思いますね。よく把握してるよ、はい、ありがとうございます。見てます、見てます。マネージャーさんじゃないですか。見てます。敏腕です。で、ひよりちゃんはドラマで、そっか、ここ兄弟役だったんだ、うん、はい、そうか。結構がっつり、がっつりしました。家のシーンは一緒だったので、うん、基本的にあの私は視聴者側としてドラマ見ていました。なるほど、全体的に。何回代田橋行ったことか。世田谷代田、ロケ地巡り、あの、見てました。あれ、そうです。まだ王を引いてるんですか。押し続けますね。さあ、今回目黒くんにこんな部屋に住みたいという理想のマイルームを考えてもらいました、うん、予算制限なしでこだわってもらったということなんですけれども、うん、かなり入念な打ち合わせをしてくれたと。そうですね、もう対面で何回 もう打ち合わせをさせていただいたんで、もう念入りに詰めました。いいね。そして今回の理想のマイルームのテーマが、はい、リアル目黒家完全再現です。すごい。理想、理想じゃないの。あの、理想をこう詰めていったら、僕今の家本当大好きで、すっごい落ち着くんで、自分家になっちゃったんですよ。もう今が理想系なんだ。はい。ああ。で、深澤も楽しみでしょ、今日どういう家に住む。いや、そうです。目黒の家は行ったことがあるので、あるのか。どこまでこうなんか再現できてるのかなっていうのがすごく楽しみです。さあ、ということで皆さん、今日は目黒くんの家に遊びに来たというつもりで、どんどん部屋を味わっていただきたいと。うん、思います。ではご案内の方、目黒くんお願いします。はい、よろしくお願いします、うん、失礼します。朝日さんは関係ない。なんでなんでそんなこと言うの。サイレント見てました。スノーマンでもないドラマ。ただの朝日奈央でお願いします。サイレントは見てました。よろしくお願いします。はい。そんな目黒家にお邪魔した気分になれちゃう夜会は、ようこそ目黒蓮のリアルマイルームへ。今大人気、スノーマン目黒蓮の自宅をテレビ初完全再現。すごい、本当に再現できててびっくりです。想像以上に僕ん家なんで、一気に恥ずかしくなってきた。今上がりこってるからね。そうだろう。机の上に置いてあるティッシュのこう丸いやつあるじゃないですか。これもう全く同じで。よく見つけたね。ソファー、おしゃれ。目黒家の家具から小物に匂い、冷蔵庫までをも完全再現。さらに、嬉しい、目黒がどうしても会いたかった美少女が登場。かわいいな。桜井さんは、あれどうす、昔は持ってってたと思う。ありがたい、ありがてえ。うわ、うまっ。食べて、パンつけて食べたい。あ、めっちゃ月がいいです、多分。はしゃいで、大盛り上がりの夜会、目黒家完全再現は木曜夜10時。